左へライナーはフェアだ。サードが反応できませんでした。柳田は三塁に向かっていきます。栗原はセカンドに行きました。痛烈なツーベースヒット。サードの宮崎がほぼ反応できませんでした。さあやっぱりドライポイントまでしっかり持ってきてますよね、高めを逃しませんでした。奪いたいところなんですけど、そのまままだそうですよね、ここのところだと思います。左方向へ大きな打球が飛んでいます。ポールに向かって飛んでいきますが越えていきました。栗原の一発、オープン戦早くも第4号です。開幕が待ち遠しい栗原、野手方向への一発になりました。鮮やかなホームランですね。だからまあ昨年ねベースカーで切って、その後のやっぱりトレーニングの仕方がやっぱり違ったんでしょうね。やっぱり上半身も結構大きくなってますしね、普段スコアラーが出るでしょうか、しっかり捉えてます。しかも角度31度、もう理想的な打球でした。綺麗に乗ってますよね。これ肘も畳んでここから伸びて押していきますからね、はい。